それでは続いて、聖火講演として、同じくティアの拠点活用プロジェクトとして続けてきたシリコンフォトニックスから生まれたイノベーションについての紹介です。IO コア株式会社、藤田智之社長より、ティアで生まれたシリコンフォトニックスが切り開く新市場と題して、ご講演をお願いいただきまますすそれででは藤藤田田社よろししくお願いいござます。 えっと、それでは TIA で生まれたシリコンフォトニックスということでご紹介をさせていただきますでしょまず生い立ちなんですが実はあの今回我々が作りましたものはここにありますような5ミリ角の、えっと、光 i 用コアモジュールでここにえっと電気信号25以外4チャンネル入れてあげるとここから光ファイバーで えー、2キロ先まで飛んでいって、その先でまたこの5ミリ角で受けると、つまりそのコネクタの中に入っちゃいますんで、えー、データセンターで使われてます、えー、アクティブ光ケーブルですとか、あるいはあのー、HDMI の、あのー、コネクタその中へです、ね、入れることができるというふうなものでございます。おっと。で、えっと、今もう申し上げちゃいましたけれども、光 IO コアは、 えっと、左手にありますような、えっと、四角いチップの上に電気と光と同じ面から入れられるというところが特徴になってますで、えっと、右側の絵をご覧いただきますと、まあ、従来は上の方の装置間ですね比較的距離の長いもの、えっと、1 0ー,ー2 0ー,ーから2キロぐらいまでが現在のえっと 一番大きなグーグルで,ですとかアマゾンですとかそういうデータセンターで、えっと、たくさん用いられると、まあ、あの25以下が必要なのは、えっと、今はまあアメリカですね中国が来年あたり必要になって日本はもっと先だろうと言われておりますそれから、えっと、我々のやってるのはもっと短い距離のところで、えっと、どんどん 回路のえっの、と、スピードが上がってきますと、えっと、25ギガでも多分、えっと、5センチ超えると、えー、相当つらくなると、あのー、電気信号は4月上がりますと減衰が激しくなりますので、えー、もうここから先は多分光じゃないと、えー、隣の LSI に持っていくのはいいですが少し離れたあの基盤隣の基板へ持っていくのはもう無理になるとその先になるとー、えっと、あの同じ基板の中でも 例えばあのスーパーコンなんかですと、えっと、30センチとか50センチありますのでそこでも,もう難しいというふうな世界がもうそこまで来ておりますでこのような問題に対しまして、えっと、実はあの国家プロジェクトをですねあの乗り継いであのここまでたどり着いてきましたで最初は、えっと、下の方にあります内閣府の、えっと、ファーストプロジェクト さっきインパクトありましたけどインパクトの前ですねここであの東京大学の荒川康彦先生をとして、えっと五5年間、えー、ティアで活動してきましたでここでは、えっとまあ、ちょっと今でも珍しいんですが量子ドットレーザーを使った、えー、集積回路ということで、えっとまあ、基本デバイスそれから、えっと、もっと大きな変革をもたらすような えっと、シリコンフォトニクスのデバイスを、えっと、TIA で、えー、研究開発できたと、でその後、えっと終わる前にですね実はこの上の内閣府と経産省が、えっと、府省連携プロジェクトといいまして、えっと、内閣府から、えっと、経産省へすべての,あの知財とかあ,のあらゆるものを引き継いで次頑張ってねっていうそういう珍しいプロジェクトがありまして。 えっとまあ、皆さんご承知かもしれませんが、一時期、経産省10年プロジェクト全部やめてたんですね、5年マックスというところで,で、ただそれだとやっぱり小粒のものしか出ないねというので、ちょうどこの年に、えっと、4つ、確かテーマが採択されたと思います、われわれはそのうちの一つに選ばれて、えっと、その内科府から育ててきた技術を、経産省ネドプロジェクトで本物の事業にすると。 でこれはもうプロジェクトスタートするときにあの事業にすることが、えっと、絶対条件でしたのでそのために、えっとまあ、当時で、まあ、今でもそうですが全部で300億、えっと、テーマに投入するというふうなことで、まあ、我々はその一部でしかありませんが、えっと、2013年ですねスタートいたしましたで真ん中のところにありますように、まあ、一番最初はあの 25G×4 チャンネルのもの、それから、えっと、12チャンネルですね、12チャンネルで0.3テラになりますが、そういう基本デバイスを開発して、でその次の3年で、えー、実用性実証と、本物の装置、ボードに乗っけて、あのちゃんと動きますよと、で今、実は3機目で、えっと、インターポーザー、まあ、LSI の座布団ですね、LSI の真下に引いて、そこから 大量の電気信号を、えー、と光に変えていくというふうな、えー、と長期の中長期の、えー、と取り組みを行っておりましたで、えー、と我々はですねその赤いピンクの2015年に一応もう成果としてはできたというので、えー、と経産省のネドのプロジェクトはまだ走ってるんですがその途中で産み落とされた格好になりまして、えー、もう事業化しなさいということで 昨年4月に、えっと、会社をスタートさせましたでえっとこれがさっきの国家プロジェクトの関係なんですが早い話あのえっと内閣府のプロジェクトであの生み出された知財はですねほとんど SCR の1 0 0ミリの研究ファブで来る日も来る日もあのいろんなこう失敗をしながらあの見つけ出してきたものでございます で残念ながらあの100ミリはえっとあの LSI という意味ではもう閉じましてあの今は SIC のあの拠点になっているかと思いますが我々はそこからえっと海外の200ミリのファブへ出てで国内の300ミリで今量産をできるようになっていますだこの100ミリの SCR のファブでいろんなそのノウハウ知財ができてなければですねあのメティも、えー 声をかけてくれなかったでしょうし我々も、えっと、ここまでたどり着いてなかったという意味で、まあ、大変ティアに感謝をしております。で、えっとまあ、具体的に何やってたのって言われるとここに書いてありますような、えっと、シリコンの上ですねあのドハロ炉を切って変調器乗っけてでそれぞれあの特性を見てですねあの半導体と違って l s i と違って あの細足すれば早くなるっていうことはありませんので波長に依存してますんであのむしろ壁がきれいに屈折率がですねえちゃんと取れるように加工できてるかとかあの違ったメジャーの、えっと、研究開発になりますでこれを、えっと、全部あの集合いたしますとこれは、まあ、光あ光ーカーに関するほんの一部でございますが、えっと、ピンク色が、えっと、ティアで。 えっと、取ったあの知財ですねあのいまだあの取りつつあるものもありますがでグリーンが同じプロジェクトなんですが企業の,あの分散券でですね企業の、まあ、研究室で、えっと、一緒に、えー、取ったものそれから紫っていうか青色がも、えっともと親会社が持ってたもので光かれ横は実はこんだけの全部足す44件あるんですが、えっと、こういうふうな地材でもほとんど 30件がこのティアで、えー、と生み出されたという形になっています。で、えー、ともう一つあの私どもが感謝してますのは、えーと、日本知財仲裁センターっていうところがありまして、これはあの、特許で軽装事件いっぱい起きますんで、それの判断を下すところなんですが、同時に事業適応性判定っていうのをやって、えー、くれてまして、もちろん有料なんですが。 えと我々の特許とそれから日本国内に存在する特許ですねでこれを、えー、と我々の知財っていうか我々の考えていることの障害となるような特許があるかどうかを全部調べてくれるともちろんあのその我々の光合をコアを紹介するのに大体2日ぐらいかけてですね、えー、とこの弁護士と弁理士のペアに全部説明していくんですが一旦説明すると あの彼らだけで、えっと、この特許があるのでこの部分はできませんとかそういうのを全部あのチェックしてくれるものです。でちょうどこれが、えっと、3年前ぐらいですかね、えっと、当該事業を妨げる特許は存在しないという裁定を、えー、いただきましてまあこれは事業開発できるなということで、えっと、今日に至っている次第ですです。えっと まあ、細かいことは申しませんがあの先ほどあ申し上げていますようにあのシリコンの、えっと、光で上の、えっとえっと、エレクトロードって書いてありますけれどもあそこから電気が入ってきて、えっと、変調器で、えっと、光に変換してです、ね、オプティカルピンって書いてありますけどあそこからファイバーに、えっと、光が抜けていくと。 いう,ふうなものでありますで下の方見ていただくと分かりますように、えっと、8 5度 c って普通の,あのビクセルでは結構苦しいところなんですが、まあ、非常にきれいに動いているとであの4マイナス40から85っていうのは、えっと、屋外仕様の,あの制限なんですね、えっと、外で、まあ、屋外で電子機器が動作するにはマイナス40から85まで温度保証しなさいと。 いうのがありますんで多分今のところ、えっと、これをクリアできているあのトランシーバーは、えー、我が社のものだけということになると思います。で、えっとまあ、特徴いくつかあるんですがとにかく小さい、えっと、これはの量子ドットレーザーそのものが小さいっていうのもあるんですが、えっと、実装の仕方をあを相当工夫しててですね 大体いい他社の半分から3分の1ぐらいの大きさで実装できています。もちろん3次元というか上に積み重ねてただし干渉は起こさないというふうな仕掛けを作っています。それからファイバーの接続が容易でこれまたちょっと説明が細かくなっちゃうんですが光の部品を使う時に一番難しいのが長身と呼ばれるそのファイバーのセンターと このの、えー、チップの、えー、と光,源光源というか光の線と合わせることなんですね。で現在、えーと、ラクセラとかあのシングルモードで、まあ、距離は出るんですが、えーと、許される誤差が1ミクロンなんですね。1ミクロンあのずれてもいいけどそれ以上ずれたらもう光は通らない。で我々のはあのマルチモードを使ってまして、えー、と10ミクロンぐらいまであのずれても大丈夫ですとでそうすると。 IC チップを乗っけるチップマウンターというのがあるんですがあの日本製のものもほとんど10ミクロンだとあの機械で達成できちゃうというふうなことで、えっとまあ、大変、えっと、ファイバーの接続があの容易になっていますそれから、えっと、これはあのホームページにも出てますがあのこれが全体像なんですが5ミリ角の中にすべ、えっと、ての機能をです、ねえー、入れ込んでしかもあの 後でやりますがソケットとかコネクタ用意してますんであの光を知らない人でも使えるということを一つの,あの特徴にしておりますで、まあ、通常あの今ビクセルでマルチモードで飛ばしますとまあ飛ばして 50m が25ギガですと最大なんですが我々あのコーニングとあの、まあ、波長を合わせただけなんですが、えっと、1.3ミクロンの波長であの 遠くまでで飛べるあのファイバーですね値段はあの通常のものとあんまり変わりませんけれども、えー、とクリアカーブっていうのをう使いまして、でこれはあの2年前、3年前かな、OFC で実際の,あの会場でコーニングのブースとペトラのブーストをつないで、ですね光ケーブルで本当にあのループバックで、ラウンドトリップで動いてるよというデモをあのしたものでございます。マルチモードでいいうのは極めて珍しい あのものだと思いますそれから、えっと、応用例ということになりますが、えっとまあ、AOC は従来通りあの、まあり黒いちっちゃい方が実は光栄予行なんですがスカスカの,すかすかの,あの状態になりますそれから CPU とか FPGA の真横に置くという用途それからコネクターの中に、まあ、HDMI とか、えっと、その中に入れちゃうと。 あの先ほどのご講演でも 8K ですね、8K って今30フレームで、えっと、200ギガぐらいですよねで、これはもう電気では無理なあの世界ですんで、でしかもあの日本のメーカー、すごいのがあって、8K のテレビを毎秒960フレーム撮れるんですね、高速カメラ。でこれははももうもちろん電気では取り出せない ようになってきてき、まあ、これから AI ですとかあの人間の目ではそんな制度なんていらないんですがあの機械で処理することになると情報量ってもっともっと増えてあの高速に処理しないといけなくなりますのでそういう用途には極めて向いているというふうにあの思っています。でこれはあのえっと実際の FPGA ボードですねあのファンのところに FPGA がくっついてるんですがそれをえっと まあ実証して、えっとまあ、多分このき距離でこんだけ近接した場所に、えっと、トランシーバーを置いて動かせるのは我が社だけだというふうにあの言われておりますで、まあ、CPU もあの作用ですで、えっと、小さくすればできるのかというと実はそんなことなくてあの罠があのいっぱいありましたと。 でまずやっぱり一番気になるのは LSI の,あのそばでの熱対策で、まあ、今85って言ってますけれどもできればあの90、100と達成してほしいというあのユーザーさんがとっても多いですあと高周波ノイズですとかあの冷却水あるいは油につけたいと高速のボードですとどうしてもそういう要求が出てきますので、まあ、レンズとか使ってるとアウトになります それから、えっとまあ、ファイバーの,あの着脱ですとか、えっと、差し替えですね、ソケットなんかも、えっと、比較的ニーズの高い方だと思います。で、やっぱりあの振り返ってみますと LSI のそばですとか屋外とか温度にやっぱり結構あの左右されているなとオンボードって結構、あの劣悪な環境でも動かないといけないと。 AOC の場合はあの空調の効いたデータセンターの中で OK だったんですがあのオンボードになるとそうはいかないなとあのお客様によってはあの振動に耐えられるかというふうなことで、えっと、振動試験をあのやってくれみたいなのもありますしあのどんどん世界が広がっていくというふうに思ってます。 まあ後ほどあの資料を公開していただけるということですので、簡単な文章はあの書いてありますが、一応、オンボードで課題になるようなこともえと解決あのできてきております。で、えっと、将来に向けて、で、えっと、実はですね、これからあのどんどん世界が変わっていくだろうというふうに思ってます。あの先ほどお話してます、オンボード。えっと、来年 PCI エクスプレスの5.0が出まして、これ32ギガなんですね。隣の LSI には行けますが、その先はもう絶対無理です。光使わない限り、あり、装置感とかつなげないスピードになります。それから今、AI エンジンとか皆さん開発してますけれども、これは多分チップ感をあの相当高速に結ばないと、性能が出ないと、CPU の中だけ速くても意味ありませんので。 あのまあ、このへんの時間軸になってくると,、えー、と光でチップ間をつなぐということが大変重要になるだろうというふうに思ってます。で、えー、と最後になりますが、えー、とまだ我々は AOC っていうところからスタートしたばっかりなんですが、えー、といろいろお客様と話してるとあの大変面白い領域が結構あるなと。 でそれは小型化、軽量化だけじゃなくて、えっと、温度の問題ですとか、ノイズとか、あるいは車に乗っけたい小型、軽量化、あるいは振動対策とか、あの克服すべき問題、いっぱいあるんですがあの、やっぱり情報のスピードが速くなるにつれて、あのこういう小型のチップが活躍する機会というのは大変大きいだろうというふうに思っております。おかげさまで、えっと 先週ですね、えっと、トータルで10億円の出資を得まして、今、えっと、量産化のラインを作っているところです。今、エンジニアリングサンプルがちょうど出たところなんですが、えっと、来年の春を目指して、ですね、えっと、まあ、一オーダー 1, 1万チップぐらいの,あの生産ができるように、今、えっと、まだあのラインを整えているところででごござざいいまます。す簡単でございますが以上でございます。 藤田様ありがとうございました、えー、ちょっと時間押してますけれども会場の方から何か質問がございましたら12件ぜひどうぞよろしくお願いしますあしじゃあいしますいませんあの素人なんて何でも質問したくなるんですが <laughs> あのまあ 例えば経済とかそういうスーパーコーンのところを見学させていただきますとそのまだまだあのチャンネルのところはあの電気信号で光になってませんよね。はい、でそういうところでその質問するとやっぱりそのまだまだ電気から光信号に変えてまた光信号から電気に戻すっていうのがあの、まあ、結構遅延があってやはり今のところはその直接電気チャンネルで。 電気信号チャンネルでつないだ方が早いというような答えが返ってくるんですがあの前あの今の先生がおっしゃられる通り確かにチップ間を光であのつないでそのネックであるチャンネルをどんどん速くするということが必要だと思うんですがその辺の遅延と比べて今の状況っていうのは遅延は多分あのレイテンシーのことだと思うんですがあんまりあの気にならなくなってきていると思います。 でえっと、多分あの当時、K ができたときはあの電気でもできたと思いますがあの、次はもう無理だというふうに思ってます、富士通さんもあの一緒に光の,あの技術開発されてますんで、あのもう一つはあのデータセンターも全部光っていうわけじゃなくて、やっぱり近距離はまだ電気使ってますし、10G で済むものは電気であの構わないと思いますあの、住み分けっていうか、両方ともまだまだ生き残るんじゃないかなというふうに思ってます。 隣り合わせのチップでもそれがあの遅延が採算が合うようになるのはいつ頃なんでしょうか <laughs> あのいや難しいですねえっ、ー、とあんまり大きい声でいけませんが <laughs> あのペジーコンピューティングさんはもう隣同士でも光を検討されていらっしゃいますしあの本当に性能が出るコンピューターだなと。 いうふうに思っています。一方で、あのインテルはあの25まではやっぱり隣同士は電気でやりたいとまだ言って、32から光入れようかなっていう感じだったと思います。どうもありがとうございました。はい、他にもう一見がどうだったか。私の方から一つ、あのこれ、はい、結局光と電気回路を融合させるための今そうですねなってますけども。はい え先ほどの講演とかもありましたようになんかどんどん光の方が <laughs> あの、えー、範囲を広げていくような気がするんですけども最終的に電子回路っていうのはどのくらいまで残る感じなんでしょうか <laughs> あえっ、ー、と何ていうでしょう演算ができるのは電子回路だけですから光は演算できませんので電子回路は必ず残りますただしその何でしょう電子回路の規模が大きくなってるんですね で規模が大きくなっちゃうと、どうしてもあのワンチップでは実現できませんので、何らかの方法でつながないといけないと、われわれは、まあ、荒川先生はじめ、そのえっと、チップ間つなぐときはもう光で、できればウェハーであのチップ、わーっと作っていて、その光でつないじゃうのが一番いいよねと、そういうふうなあの方向を目指しています,うす、はい、どうもありがとうございましたありがとうございました。